こんにちは、ジェイカムです。今回は私が購入したこの新型 iPad Pro 12.9 インチに合うスタンドをいろいろ試したので、その比較結果を紹介したいと思います。 DSR のタブレットケースです。タブレットに私が慣れていないせいもありますが、サラサラしていてちょっと落下させてしまいそうな雰囲気があります。なので私はカバーケースは必須だと思いました。 DSR のタブレットケースを開けてみたいと思います。決め手はこの磁石ですぐに装着できるっていう点と、 YouTube を見ていて Apple Pencil をここに装着してしまえるっていうところに惹かれました。良さそうですね。これ自体が少しだけ重量がありますね。磁石がついているので、その分少し重くなっているんだと思います。でもまあ十分耐えれる重さだと思うので、はい、これで完成です。どうですかね、この色は。もうちょっと明るかったら自分は好きなんですけど、まあ良しとします。はい。DSR のスタンドを使うとこんな感じで。ロジクールの K780 のスタンドを使うと、DSR のスタンドを使うよりも少し角度がついて寝る方向になります。文字を打つときは K780 の方がいいと思います。画面画面によって DSR とこの K780 を使い分けていればいいかなと思いました。はい、このパソコンと、まあ、iPad でも使えるスポンスタンプを持っているので、それでいろいろ試してみたいと思います。なるほど。このパソコンスタンドで一番角度がつくようになったとしても、まだ K780 より若干寝る感じで角度が低いで
使いづらいかもしれない。この角度になると今度はアップルペンシルで何か文字を書くときにいい角度になるかもしれないですね。こちらの方のパソコンスタンドを使った方が高さが出て、あと iPad までの距離が近くなるので絵を描きやすいと思いました。 ESR のスタンドを使うとこちら側が下になって、毎回こう一回転させないといけなくなるのがちょっと面倒くさいかもしれない。それならば最初からこちらのパソコンスタンドを使用して高さを書きやすい角度に変えていって絵を描くような形の方がシンプルでいいと思いました。はい、今回新しく購入した ESR のタブレットケースでこのようにスタンドとして使った場合、計780のスタンドを使った場合、また私が持っていたパソコンスタンドを使った場合でいろいろ比較してみました。それぞれ ESR のこのスタンドの方がいい場合と、まあ、計780のこのスタンドの角度がいい場合、そして一番は、まあ、Apple Pencil を使うときはこのパソコンスタンドで角度を調整して一番自分が描きやすい角度まで持っていくっていう使い方がいいんだなと思いました。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、キャンプやガジェットの動画を作成しています。気に入っていただければチャンネル登録をよろしくお願いします。Thank you.